はい、どうも皆さんおはようございます。ジュエリー根本の根本光井です。今日は8月の今日は7日なんですかね、8月の7日水曜日でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。水戸はですね、今日はものすごい、まあ朝から暑さ、久しぶりのこの暑さが戻ったというですね、感じになっております。もう本当、まあ夏もね、後半という感じなんですけども、8月も7日ですからね、あと3週間もすれば、もうね、今月というか、まあ夏もね、一段落というところなんですけども、そういった部分でこの、久しぶりのこの、なんていうんですかね、夏らしい暑さっていうんですかね、っていうので今日を迎えました。まあ非常にもう汗ばんじゃって、もう着替えていても汗がこう吹き出すようなね、暑さというのが今日でございます。皆さんね、今日はこれ熱中症っていう部分ではこれは本当に大変だと思いますんでね、ぜひ体調管理お気をつけていただいてというところで、お願いいたします。まあ、今日はですね、まあ私も、まあ、非常にいいお店には言いますので、今日は本店勤務というで、昨日ちょっと東京に行っておりまして、一日ですね、いなかったんですけども、今日は、まあ本店の方に行って、まあ、まあ本店というか本部の方にね、まあおりますので、一日水戸の方です。まあ明日もね、明日も明後日も水戸の方なんですけど、いろいろね、ございまして、いろいろございましてっていうのもおかしいんですが、いろいろ会合とかですね、ありまして、ちょっといる機会というのが、まあ、少なくはなってるんですけども、今日とね、明日という部分では、おりますので、何かありましたらご連絡いただければというふうに思います。まあ、今日の一言ですね、今日の一言というので、感謝の心で働きましょうということで、感謝の心で、働きましょう。やはりね、感謝の心、まあ、非常に重要ですよね。僕も、毎日ですね、朝感謝をして、夜寝るときには感謝をして、まあ朝起きれたことの感謝、また夜、まあ一日、はい、無事にですね、今日一日終わったという部分でもね、感謝の心ということで、まあ締めさせていただくということなんですけど、やはりまあ何かしら、まあこの生かされていることに感謝というかね、今日何もね、ないという、ここにまあ本当無事にいたというね、自分とか、あと家庭とかですね、まあ家族とか、あとね、職場とかっていう部分で、やはりまあ自分がね、こうやって健康にいられるということは皆さんのおかげっていう部分があるので、感謝の心というのを、させていただいて、なかなかね、感謝の心ができるかっていうと、まあできることはできるんですけど、その場でね、こう、なんていうんですか、感謝の心っていうのを表現するっていうのはあるんでしょうけど、これやはりね、こう習慣にしないと常に忘れてってしまうというね、いうのがあるので、そういったところでは、感謝の心っていうのを持ちながらね、やっていただければな、というふうに思います。まあ僕なんかね、まあ宝石の、まあジュエリーですね、ジュエリーの脱ぎ着というので、感謝の心を、まあやりながらというかね、まあつけるときに感謝の心、また外すときに感謝の心ということで、感謝させていただくというのが習慣になっております。まあ皆さんもね、ぜひそういった部分でも、まあ感謝の心を忘れずにですね、やっていただければな、なんていうふうに思っております。ということで、今日はですね、今日も一日スタートしたいと思います。今日も一日よろしくお願いいたします。